皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と横浜の143日物語実況136回目になります。今回は9月の13日、巨人2連戦の2戦目をプレイしていきましょう。この13日の試合で今季の巨人戦は終了になるね。2連戦の1戦目も無事勝利、そしてここまで対戦成績は16-7と完全に得意にしてますからね。最後まで巨人を痛めつけましょう。雑魚球団と横浜のことを煽ってた巨人ファンも多いですからね、倍返しだと行こうよ。さて今日の先発は砂田、君に決めた。一軍では久々のマウンドになるんじゃないかな。結果を残してほしいね。ほんで野手はどうしようかな。石川が絶好調、前回の試合でも代打で打ってくれたんで今日スタメンで使おうかなと思ったんだけど、やめた。やめとこう。ごめんね、代打で頑張ってくれ。ベストオーダーはこんな感じで OK でしょう。そして今回はチームがチャンスピンチになるとチームプレイで操作していくからね。やってこっここーイエーイ、最終戦じゃーい、ボコボコじゃーい。ちなみに巨人戦は現在2連勝中と来てますからね。今日勝てば3連勝で、この巨人戦をうまく閉じますからね。ボコボコですよ本当に。おお、ナイス、アルナムいきなりターヒットからの中島送りバントでいいだろう。わあ、おつつごう、やっぱつつごうだね。いや、中島くんには最低限はしてもらいたいとこだったけどね。さて今日初めての得点圏のチャンスはワンアウトランナー2塁。ロペスは30号まであと1本というとこまで来てるのになかなかあと1本が出ない。そして今日もこの俺のミートは震えてる。なんだろうね、コントローラーバグだよねこれ。見て、めっちゃ震えるんだけど。接触がおかしいね。もうダメだダメだ、 PS4 に切り替えないとね。わーお、ダメ。ここはちょっと打点欲しいんでミート打ちに切り替えよう。本塁で諦めるわ。おい、ナイス、イエーイ。菅野からこの打球ホームまで行ってみよう。あー、行くべきではなかった。セカンドランナー続こうだ。オーマイガー。102打点目がどうしても欲しくてさ、今打点を争いしてるからねというとこだったんだが、行くべきではなかったなぁ。筒香だったこと忘れてたよ、ランナーの走者がね。最悪だ。まあいいや、もう一回打てばいい。あの震えてるミートでどう打てっていうのか教えてほしいけどね。絶対打てないわ。めっちゃ震えるんだもん。俺が震えてるわけじゃないからね。普通にやっててもなんか震えるんだ、俺のコントローラーは。わお、今日初めてのピンチ、ワンアウトランナー二塁で男村田か。横浜を裏切った男。うわー、対左に強いな。対右にはもう完全雑魚いが、対左めっちゃ強えぞ。えぐいなこいつ。あー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 、チェンジアップ、強い打球。でもギグスがいる、大丈夫。今日エラー1個してるけどね。はい、2アウト、ナイス。で次相川。うわ、相川も結構打ってるね。あ、最近5試合の打率か。いやでもそこそこ打ってるよね、2割5分2厘ってキャッチャーにしては。だけどね、よーし、ナイス。エラーはいらんぞ。はい、ゲッチュー、無事抑えることができたね。うん、素晴らしい。まあでも下位打線ですからね、男村田を抑えればこっちからしたら簡単ですよ。男村田が怖いけどね、対左に強すぎる、鬼のように強いからね。そして本日2度目の得点圏来ましたよ。いい、トゥッドゴーですよ。カモン。得点圏打率ではリーグ3位なんだね。エルドレッドが神ってるな。やべえな。あれを誠の神と言うんだよ。筒子はちょっとこのままいけば何のタイトルも取れなさそうなんでね。やっぱ怪我してた期間が痛いよな。離脱してた時期がありましたから、あれがなければね、この打撃3部門での争いにね、顔を入ってきたかもしれないんですけど。今首位打者のみですからね、打点も離れてますし、本塁打もあれですから。お、うまいバッティング、これ落ちるな、いけるいける、レディゴー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 、イエーイ。95打点目いただきました、本日2点目。素晴らしいね。菅野から打ちまくっとるわ。ごめんね菅野、君は大したピッチャーじゃない。いやいや、他球団の選手は君のことを超一流だと認めてるかもしれない。ただ俺からすればその辺にいるやつですね。おーほほー、ギグスナイスタイムリーで3点目。タイムリー2ベースヒット。梶谷。今季15本目は俺の手で打ちたいとこだね。14本で終わる梶谷じゃないでしょう。
俺のね、最初のプランとして中にはね、20本は行ってほしかったんだけどな、伸びなかったね。まあ、梶谷もまた怪我してた時期がありましたからね、まあ、しゃあないっちゃしゃあないけどね。もうこれだけの援護もらったんだからさ、今日はゼロで行こうよ。素晴らしいね。三振が多いぞ、砂田。え？ 3 回まで何個の三振？ 5 個以上取ってんじゃない今日ね。ちょっと投手データ見ていきますわ。取ってるよね、5個だ。やべえな、フォアボールもゼロ、被安打1本だ。って言ってたらこれになるっていうね。だから俺は褒めない方がいいのよ。なんだろうね、俺はいつも逆をつくっていうね。つきたかないの。俺が褒めると、打たれ。俺が何か、この、選手をボコボコに言うと、ほらね。ほらね。まだ打たれるっていう。あー、ダメだな。真逆だ、真逆。はい、ヒット2本であっさり逆転ではなく、1点目ですね。1失点ですよ。これが野球の怖いとこだね。完全ど真ん中だ。投げちゃダメだよ、あんな。ヒット3本で1失点っていうのはちょっと効率悪いね。よし、これは大丈夫。ランナー進塁できず、ワンアウト。もう1点投げですよ。だからね、俺は基本選手を褒めない、もうこれからは。俺が褒めると打たれるから。お前はクソだ。野球やめちまえ。こうやって言ってると、なんだかんだ言いつつ抑えてくれるからね。おう、ど真ん中失投。だが三振、2アウト。レディゴー。で、あと一つ。男村田敬遠して次のバッターと勝負という手もあるけどね。ここでちょっと1点差に詰め寄られると厳しくなってくるんでね。まあ、打つ方だ今日絶好調ですから、まだまだ点は入ると思うけどね。まあ、無理して勝負行く場面でもないね。あー、もうこれカウント悪いから。いい、いい、いい。オッケー、オッケー、オッケー。無理するのは良くないと思うんだね。次の相川と勝負ですよ。村田は左に3割も打ってる。勝負する方がバカだよ。野球というのはデータがたくさんありますからね。そのデータを活用してやっていかないと。あら、よしよしよし、びっくりした。ちょっとカウント悪くなっちゃったね。まあこの後もピッチャーですからね。まあでもわりかし俺ピッチャーに打たれることも多いですから、相川でしっかりと抑えられてよかったよ。ここでエラーしたら許さんよ。ギグさはわりかしやる癖がついてますからね。今日も1個してますから。荒波猛打賞じゃないか。毎回出塁しとるね。やべえわ、毎打席ヒット打っとるやないけ。上げてきたな、これ。3割あるぞ。現在3割切って2割8分くらいですからね。8月くらいまでは3割あったんだけど、8月、いや7月終わりくらいまでかな。8月にはもう3割切ってたか。なんとか乗せてほしいね。3割は今筒香しかいないからね。まあ1人いりゃいいんだけどね。あー、うちダメ。まあいいや、次のロペスで打とう。今季30号目や菅野、それもツーランですか。いいんじゃないの。おら、うわー、ダメ。あ、もう何してんの何してんの何してんの、バカじゃないの。どこ打っちゃってんの、目見えてる。おお、あー、ダメだ。びっくりした、今行ったのかなと思ったんだけどね。あー、打ち上げちゃったか。角度的には完璧じゃないですかね。あー、悔しいな、今悔しい。あー、連続ヒット。何しとんねん、砂田。もう多いわ、横浜の選手。5回が一番頑張りどころなんだけどね。その頑張りどころで毎回打たれるっていうね。しっかりして。まあ、この状況でパワーのあるバッターなんで、最低でも犠牲フライは狙えるでしょうね。よし、兄さん、犠牲フライの打ち方という。振れよ。ボールをバットに乗せて運ぶように打つと。ダメだこら。打てると思いますけどね。なるほど、そういう。よしよし、もういいや、ゲツゲツかも、ゲツ。どうだ、いけるか。あー、もう送球エラー、中島。守備でいいとこねえな、お前は。どうしたんだい。どっちかといえば守備の人だろ、お前。打つ方ではね、前回の試合で復帰したんですけど、怪我から復帰して久々の1軍の試合でタイムリーヒットを打ってくれたんだけどね。守備でこういうプレーを見せられるとちょっと使いづらいよな。はい、ナイス。はぁ、あれ追いつくの。わーお、ダブルプレイ。絶対抜けたと思ったわ。うわ、生かすべきではなかったか。ワンアウトランナー二塁で男村田。これは買い時じゃないかな。6回いけないっしょ。いや、もうこれは対左に強い村田ですから、ここで右ピッチャーをね、生かすのがいいんじゃないですか。
誰で行こうかな。三上は今日も調子が悪いのか。なら三上は無理だな。浅尾くんで行ってみようか。ちょっと最近不安定ですからね。こういう場面で頑張ってほしいわ。前回はこの中継ぎ3人衆がひどかったからね。浅尾、大沢、山崎全員ピンチ招くっていうね、得点圏のピンチ招いちゃったからね。危ない、ど真ん中失投だ。大丈夫大丈夫、切れる、オッケーオッケー。そうですか。よしよし、うわー、当ててくるか、マジで。よし、ロペス取って、ただ進塁打でツーアウト。進塁打すらも許したくなかった場面なんだけどね。でここで相川か。相川が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあチームとしては頑張ろうぜイケメン朝を。なるほど、そうですね。イエス、嘘でしょ。これは外れます。わお、バッターよく見ています。あーあーあー、もう一球フォーク続けてみよう。よーし、ナイス、なんとか踏ん張れたね。ギリギリセーフ。まあこの回ゼロでいけましたよ。あとはもう耐えるだけだ。んで朝を代打送るか、どうする。いやでも三上がちょっとダメだからな。いやこれ朝尾くん続投でいきましょう。8回も行くね。7回かいけるっしょ。阿部打たれんなよ。はい、ショートゴロ素晴らしい。片岡を抑えてツーアウト。そして最後1人よ。うわー、エラーで出塁。出た出た出た、変えとくべきだったねー。まあ、でも次ギグス回る可能性あるんで変えれないわなー。打撃ではいいからね。よし、ナイス、朝尾よく踏ん張った、素晴らしい。前回のクソっぷりがもう嘘のようかの活躍だね。でギグスはここで取り返さないとダメだぞ。うわー、ダメ。まあ、今日タイムリー打ってるからいいか。でもうここは長田、本来なら三上山崎と行きたい流れではあるんだけどね、あの調子では無理でしょう。長田、はい、ファーストゴロ素晴らしい。 What? あー、2アウトランナー2塁、1点差の場面でね、1点差の場面で得点圏にランナー置いちゃダメでしょう。頑張れよ、防御率 1.09。 よし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 、レディゴー、男村田、グッバイ。クソみたいな打球だ。俺が巨人ファンならお前のことを豚と罵ってやってるとこだったな。ひどすぎる。得点圏1点差の場面で初球この打球、本当ね、時代が時代ならすごいことになってると思うよ。よかったね、今の時代に生まれて。感謝しろ男村田。さて9回の攻撃、もう1点欲しいな。ないか、峰井のとこに代打送ろうかな。あーでも山口でしょ、左投げに強い選手ですからね。峰井行ってみよう。ほらフォアボール選んだ、だと思ったよ、打つと思ったんだ。でここで代打宮崎、代打の切り札神様。おお、ほらね、もう代打打率がこいつ4割多分超えてるよ。4割あるよ普通に。やばい、もう毎回打ってるんだもんな。もうスタメンで出すとちょっと打てなくなるんだよね。荒波2割9分3厘、残る試合はあと何試合ですか。8試合かな、今日合わせて9試合ですか。あ違うね、8試合だ今日で。あと8試合でイエーイ、これで打ってまた打率が上がったよ。ナイス。そして点差を広げる4点目のタイムリーヒット。あれなみ今日4安打か。おいおいおい、お前いつからイチローみたいなことしてんだ。やべえな、4安打だよね今日。ちょっと打撃スコア見ていこうか。間違いないと思う、毎回ヒット打ってたもんね。さっきの打席は凡退した覚えはあったが、ほらねほらねほらね、やべえよ、浜のリードオフマン荒波だ。中島対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は全然ダメですね。全然ダメとか言うんじゃねえよお前。ほらどうだどうだ、あー取るか片岡。まあでも大丈夫だ、2点差で安明もうない。1点差で安明ちょっと怖いとこあるけどね、今季怖いとこはあるんですけども大丈夫。守備固め送りましょう。ギグスのとこに誰、倉本ですね。セカンドはそのまま中島守らして、筒香のとこに田村、でセンター、これ毎回なんかベストオーダーぐちゃぐちゃな、なんで梶谷をセンターにするの。これ毎回最初 CP に変えられるんだよね、意味がわからないんだよな。ライトは荒波、ちょっと変えないとね。あ、ほんでレフトを田村ね、いつもの流れ。ほんで松本をセンター、で峰井を変えて高城をキャッチャーに。うん、これで OK だ、頼むよ矢崎。はい、いきなり相川にヒット。お前は舐めているのか。おい抑えろよ。よし、あと一人。もう何をしてんのよ、2アウトランナー2塁1塁。
安明2夜連続のこのピンチだよ。信じられないね。頑張れ安越し。このチームの流れでピンチを招くな。なるほど、そうですね。アウトコース、これは見送ってボールです。よーし、得意のトゥーシームね。ゲームセーと高橋、お前はやっぱ監督だ。選手としてはもう終わっている。チームは4対2、この巨人戦最終戦をですね、無事勝利することができ、もう巨人ファンの皆様はね、私横浜にトラウマを持っているんじゃないでしょうかね。金輪際二度と横浜の悪口を言わないようにしましょう。そして横浜ファンは、これから巨人ファンの悪口を言っておきましょう。おいおい、雑魚球団とね、煽って OK ですよ。勝った者は煽れるんだ。負けた者は黙って歯を食いしばったわけ。勝利、完全勝利でございます。これで今季巨人戦17勝目になりますね。最高の形で巨人戦の幕が閉じたと思います。砂田が今季10勝目。菅野が今季10敗目で。10回勝っても、10回負けるやつって、俺的にはいらないよね。山崎が38セーブ目。まあ、残る試合数を考えれば40セーブ到達は間違いないですね。ただ今日もロペスに本塁打が出なかった。筒香にね、2打点と活躍はあったんですけど、これだとちょっと打撃タイトルが危ないんだよな。あ、シーズン10勝おめでとう、砂田。お前は素晴らしいピッチャーだよ。あ、山崎ね、シーズン60登板。しかしだね、しかしだね。君ピンチ招いたよね。頑張るところで頑張ってくれないとね。当たり前のことを俺は言っているんだよ。クローザー守護神と名乗ってる以上は一人のランナーも許しちゃダメなとこだけどね。シーズン10勝目はおめでたいことだ。さて巨人戦は終わり、移動日を挟んで次は何戦が始まるかな。もう残る試合数もあとちょっとですからね。あ、東京に戻ったね。なんだ、ヤクルト戦か。はいはいはい。お次はヤクルト戦となりますね。これが今季ヤクルト最終戦になるんじゃないですか。そうですね。このヤクルト最終戦を戦う前に戦ったこの巨人戦前のカードでは1勝2敗とやられましたからね。まあ、今季の対戦成績は相性はいいんですが、前のカードでは負け越してますのでね。ここではしっかりと勝っていきたいと思います。そして、実況はこれで終わりになるんですが、ちょっと最後打撃タイトルの方見ていこうかな。どうだ？うわー、山田が首位打者か。筒香と一輪さん、あ、これならまだありえるね。ありえるありえる。3割は4人しかいないのか。そのうちお前3人がお前ヤクルトじゃねえか。ねえ、2割9分ともなればそのうちの4人がヤクルトになるっていうね。ほんでそのうち2人が横浜だよ。あれ、何これ、 2つのチームしかないのセリーグはってなっちゃうよね。で、安打部門ではこれも山田。あー、最多安打もこれ山田確定だね。ここからハイペースで打っても山田も打っていきますから、抜くことはできないっぽいね。本塁打もこれも山田で決定だね。ロペスがもたもたしてるからさ、山田とさ、離されても、7本差ですか？飽きすぎだよ。打点ではどうだ？打点では勝ってるね、ロペス。ただこれも6打点ですからね。山田レベルになると6打点なんて1試合で稼ぐことも可能ですから。ロペスはもっと打点上げていかないとね。これでも筒香の可能性もありますからね。今日2打点ですから、これから毎試合打点上げていけば、ロペスを抜くことができるかもしれない。どっちが勝つんだろうね。で、打撃タイトルはあと何がある？まあ、盗塁は絶対ないと思うけど。はい、盗塁山田、トリプルスリー達成か。ははは、やべえな。うちの選手、梶谷が、23個でリーグ6位に入ってますが、成功率が低いね。出塁率では、山田か。これも山田確定っぽいね。ダメだな。タイトル取れるとしたら、首位打者か、打点王だね。本塁打王、最多安打、最高出塁率は、盗塁王も取れないっぽい。ほんで投手タイトルはどうだ。防御率は 2.30、 最優秀防御率は黒田かマイケンだね。なんだこの新旧エースの共演は、半端ねえな。勝利数ではうちの番長がもうほぼ確定してますからね。ホールドポイントでは34個で大瀬良、あ、でも浅尾くんも可能性あるね。2個差ですから素晴らしい。セーブではうちの山崎、これもほぼ確定と言ってもいいかもしれない。で、奪三振では、藤浪か。でも、投手でも、割かしタイトル取れますね。やっぱ、リーグ1位になったんですからね。リーグ1位になっただけで喜ぶんじゃなくて、その中で、選手個人のね、タイトルも取れれば、ピーマン的にはすんごい理想なことだと思いますのでね。次回の実況は、ヤクルト最終戦をプレイしていくので、お楽しみに。後悔のないように、ボコボコにしていくからね。OK、じゃあ、グッバイ。また明日の実況でご会いしましょう。